さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来に繋いでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう さあ、今日も2ついってみましょう。1本目は日本保守党完全再始動なるということで、全国の凱旋ですね、これがスタートしました。演説内容、私ね、こう全部アーカイブで見ましたんで、解説しましょう。そして2本目なんですけども、小泉駿く君、土壇場作戦をどうも練ってるらしいと。えー、まあね、妙な記事といいますか、タイトルも出始めましたんで、ちょっとなあという感じです。さあ、まずはじめね、こちら、たけのこチャンネルさんより転載いたしましたけども、日本保守党、百田さん、こういう形でスタートしました。これ、新浦安ですよ。新 千葉県なんですけどもはい2人で話を始めましてそして白房になって小坂さんが登場してとまあまあこんな形で夜になってきましたとまあこういうねスタートだったんですけどもうんでねまず最初に私がね安心したと言いますか、うん、まあこの辺大丈夫だなと思ったのはこの百田さんのテンションです一部界隈に百田直樹どうせ飽きたんだろうもうほっぽり出すわあいつはってこんなね論調と言いますかあったでしょはいところがですねまあこれ聞いて全くその気配はありませんまあまあまあこれは誰が やってもも同じなんですけども外線活動で実際こういう車に乗ってマイクを握って話したらそりゃ熱くなりますよ。で特にこの百田さんの性格考えればやっぱこれは面白いとねやりがいあるって思ったでしょです,ですからまあこれに関しましてはあ全然心配ないと思いますね。で最初ね百田さんがこのマイク握ったんですけどもまあこのスタートですよ LGBT というのが理由になりましてこの党を立ち上げたと。まあそれをねしっかり話をした後にうーんまあほらありましたでしょ。奥さんと一緒に餃子 の王将行ってちょっと相談があるんやと、あなんかこういうね、新党を立ち上げたいんだけど、どうやなと、反対するかなと思っていたんだけども、やればと、それを言われてしまったということで、まあ、いつも値段でございますけどもね、ここからちゃんとね、解説をしていきましたね。でね、やっぱりこう話がうまいなと思ったのは、その時餃子、私はね、初めて餃子の王将行ったのは、これ、四十何年前と、京都で、その時は餃子は110円だったんだけども、今は300円らしいねと。えということで、ところがサラリーマンの年収というのは、 この30年間変わっていない、どういうこっちゃ。まあまあ、こんなね、形から入ってきました。でね、これ、の有本さんと、これね、百田さんがずっと、まあ、交互で同じようなことを言ってたんですけども、トヨタ問題に加えまして、ソーラーパネル、そして子育てとかですね、再エネ付加金、もうこのあたりも全部ひっくるめて、しっかり話をしておりましたね。でね、やっぱり話を聞いていて、おそらく聴衆をつかんだろうと思われるね、やっぱりこの話というのは、2つありました。 1一つは今、冒頭に言いました LGBT の問題なんですけどもこれ、アメリカの話を出しましてね要はアメリカが完全なおかしな状態になっている例えば子供がですよちっちゃい時に僕は男の子のはずなんだけどもなんか女の子のような気がするなという形で例えばですよ10歳ぐらいの男の子が疑問に持ったとするとそれを親が止めてはいけないんだとこれが法律違反になるというもうめちゃくちゃな状況にアメリカはなっている、まあ、これをね、有本さんが力説したんですよ。でこの で拍手上がってましたした私も聞いていまして、あこの話というのは確実に聴衆の心を捉えると思いましたねで。百田さんもほぼ同じようなこと言っていてとにかくおかしいんだと、だからまたこれで決、ね、闘の,の理念の方に戻っていったと、で実際にこの LGBT なんですけどもこれ採決の時にね自民党議員、まあ、まあああれですよ、えー、こう下打ち出すと言いますか会議の時にね多くの自民党の参加議員が反対したにもかかわらず、確かこれ18対12でしょ。18人が 反対して12人が賛成だったとところが執行部がなぜかこれは執行部預かりとするということで強硬に採決していたとこれどう考えてもアメリカからの圧力があるとしか思えませんよねここに稲田であるとか新道であるとかねいろんな人間ですよフリアもそうでしたっけあの辺が入ってたわけですよね、まあ、これはね名前は出していませんでしたけども痛烈に批判しても自民党は腐っているとえ、まあ、こんな話をこうしておりましたでこれにつきままししててもねかなりり拍手が上が上っておりましたので これ全国どこに行っても同じような反応っていうのはこれは出るでしょうねえそして再エネ付加金とか、まあ、ソーラーパネルの話ですまあここもねさすがにえ河野太郎という具体的な名前は出しておりませんけども明らかにおかしいと、ね、これによりまして我々が無意味なお金を払わされてそれが一体どこに流れているかこれ中国ですよとよく理解してくださいはいこんな話をしてましたで今日はですねおそらくこの聴衆の皆さんというのは日本保守党のまあかなりの、ね、コアのファンの人が集まってるような気がしたんです ですから、拍手が上がってました、でよく理解していると思うんですけども、実際にはね、こういう再エネ付加金で取られたお金が中国企業に流れていると、これを知っている人っていうのは、まだまだ相当少ないと思っていいんですよ、ですから、これをね、今後のキャラバンにおいて、地道に話をしていき、あそんなことになってるのかと、それは知らなかったってことを、ね、この日本首脳の皆さんたちというのが、ずっと広めてくれると思いますね。あただだ、ね、心配なのは1つだけ 体力ですよこれね特にあの百田さんね、ねあの有本さんとまあ、小坂さんまだ若いということになりますけどもお二人はねやっぱりもう60超えてますんで,で今、暑いでしょでキャラバンやるのはちょうどこの暑い時期でしてそれはね休んでいかなかったら体を持ちませんよ、まあ私が心配している、まあ、これはね他の人たちもそうなんでしょうけども心配しているのはそのぐらいのとこじゃないですかね。 メインの話としては今の2つだったかなというね、感じがしますけども、はい、あの、他に聞いた方もね、いらっしゃると思うんですが、私はね、この2つの話というのを2人がね、こう、力説してたと。で、まあ、あの、小坂さんもね、同じような形で日本を守ると。まあ、これ論調同じですよ。こういうことをね、ずっと言ってたんですよね。で、まあ、夜になっていきまして、うん、じゃあ、それで皆さんありがとうなんて感じだったんです。で、今日はね、もちろん昼の部ということで、まあ、し島もやっていたんですが、はい、夜こんな感じ、ちょっとこれボケてますけどもね、こんな形で人がね、結構たくさんいました。 これね、あの見て。 さほど人がいないじゃないかなんて言ってたようなねアンチがいましたがこれは私はねそうは思いませんあの新浦安ということもありますし今お盆なんですよお盆って時期考えてくださいそんなに人がいないんですその割にはねこの時間に人集まってるななんて思って僕はね感心しましたねはいこれが引きの画像なんですけどもまあこれ終わった後なんですけどもねこんな風になっておりましたでこちらが昼の部でございまして話の内容としては同じですこれはまあ当然なんですけどもはいこれ昼の部ねこれがまあこの愛島のの 前なんですけどもこちらの方はねいや私、これねびやっと思ったんですけども結構、人が集まってるんですよ。 今、こちらだけから切り取っておりますけれども、この右側にも同じようにいますし、左側にもいます。相当暑い時期でお盆でしょう。それなのにね、これだけ人がね、これ足を止めて聞いてるというのは、いやー、私ね、まだ熱はね、全く冷めていないなと思いました。これで現実にどうでしょう、こう、外戦を続けて、で、今度は選挙戦が実際始まるでしょう。で、そういう時になりましたらね、これやっぱり人集まってきますよ。で、さらにまあ、この朝8とか、ああいうのを含めまして、どん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 ね、これ啓蒙活動やっていくと思いますので、 まあまままあね私ね私結構安心しました、まあ、アンチの方にとりましてはね日本保守党なんてもう終わっただろうってこれは言いたくて言いたくて仕方がないと思うんですが私はねこう引いた立場から見てもそんなことはまあこれはねありえないですねはいただね僕としましてはねあの問題点と思うところはあの発信はさせてもらいますこういうね発信をした方がいいとかねこういう活動をした方がいいと思うっては言わせていただきますけども私は常々言ってますように、まあ、保守は全 全般応援しししまますすよでその中でもも日本人にはどううてて頑張っいいいという、ね、思いがあります百田さんに対してうんぬんって意見はいっぱいありますけどもこれはねキャラクターでも全然ねこれ問題ないでしょうねマイナス10点百田さんがあるとすればこれプラスの部分がこれは90点あって合計80点だろうと、はい、私は圧倒的にこの百田さんの存在ねこの百田さんの発信っていうのは日本のために大きなこれはねメリットをもたらすと思ってますので今後もねこれに関しましてはどんどんね応援していきたいと思います。 持っておりますそれと最後なんですけどもこれたけのこチャンネルさんねこれ今回苦心しておりましたあの例の一脚とか三脚でね固定して撮影してたってことをちょっとね有本さんにやられたもんですから若干へこんだんじゃないですかねだから今回あの手持ちという形でやってたもんですからこう画像がこうブレるような感じになってたんですけどもあのぜひですね皆さんこれたけのこチャンネルさんはこれ応援してあげてほしいですしこの日本保守党のこの凱旋の模様を取った場合にはまあ投げ銭をですねぜひして げてくださいこれはだって相当手間かかってますもん現場まで行ってねこれ撮影してるわけですからまあこのぐらいのことはね我々にできる応援じゃないでしょうかね本当にでもね昔と比べるとよくなりましたよこういう形で撮影してあげる人が現れていますので普通だったらこの外線はここにいる人しかわからないんですけどもこれは本当に私ね大きい活動だと思いますよさあお次なんですけどもはい今の百田さんに引き続きまして今度はやばい話題ということで小泉すんずろ郎君とフラッシュなんですが 小泉ズロ郎首相9月誕生日へとおいおい何言ってんだと秘策は土壇場出馬宣言ということで勢いそのまま麻生派を撃破とありますでただですねこの記事が非常に長いもんですから本当にポイントを一部買い積ませていただきますはいだが常識で考えれば岸田首相の再選はありえないと語るのは例の元朝日のこの鮫島さんでございますこれ当然ですよねはいこの鮫島さんの分析当たり前でございましてまずね誰がなるかわかりませんけども岸田さんの再選だ はありえません。 ありえないといとうかなっちゃいけない人なんですけどもこれはね自民党の若手議員特に若手ですよそれはそうですよこれ岸田さんなんか担いだ日には若手議員は落選必至になってしまいますそうしたら無職になっちゃうわけでしょそれは私が若手議員だったら全力でこれはね反対しますよで仮に反対してですよこの公認がもらえないとこれ仮定しますよねそれでもやりますなぜかというと公認もらって立候補しても落ちちゃうわけですからそうしたら自分だって経済的に打撃 を受けますしその後は後は大変なことになるわけですよ。だったら体を張って私は責めるべきだと思いますよねで、岸田首相も現職総理としてえ総裁選で負けたくないでしょうから最後は出馬断念に追い込まれると予想しています私もこの意見に賛成ですよね最終的にはねやめると思いますよで、元々麻生氏と岸田氏の関係は冷え切っていますうんぬんとあるわけなんですがまあこの辺で今回割愛させていただきますでねまあこんな内容も載ってるんですそこで今高市早な氏を取り込もうとしていますと憲法9 条の削除をを言い出ししし高高派であるる市に接近てて安倍支持を取り込もうとしているただねなかなかうまくいかないだろうっていうんですがこの記事もねフラッシュちょっと作品ちょっと嫌ですよね憲法9条の削除を言い出しっていうふうに考えるともう訳のわからんことを高市さんが言ってるっていうニュアンスを出してるわけでしょこんな当たり前のことを言ってるだけなんですよねさあそして、えー、菅氏なんですけども小泉駿次郎元環境省の出馬に期待してるんですとはいこの辺りから妙な内容ですね菅さん のジョーカーカは小泉駿太郎君と言ってるんですけどもあのね本当にやめてほしいんですけども若いからという理由いやそれは若い方がいいですよという意味でこれね小泉さんというのはこれ該当してますそこは私ね別に全然問題ないんですけども何せ何せですよ能力の問題と何にも考えていないということそして再エナとかねそういう問題があふわーっと左行ったりねああこれ右だレジ袋いらねえなーとかねお中国いいこと言ってんなああじゃあこっちだーとか何にも考えてないわけでしょ。 しかも問題なのはお父さんの影響ですよ。お父さんの影響というか、お父さんのあれ、七光になっちゃうわけでしょ。まあ、そうは言ったらね、おじいちゃんの七光がど順次順小泉純一郎ってことになっちゃいますけども、もうね、世襲医やめましょう。だからね、今後、さっきの保守党の話なんですけども、この百田さんとか有本さん、 接種議員のここともこれからどんどんん言うはずですですからこれでね小泉進次郎が出てきたら世襲なんかふざけんなとこれもねガンガン主張していただきたいと思いますでこの世襲議員の駿添君話にならないわけなんですけどもはいこの記事もあったでしょ森元首相や中川、ね、元官房長官らが定期的に開いている会合ここにねジャーナリストのあのね田原さんも出てたとでどうもそこでこんな話が出た潤一郎さんがねそこまで言うんだったら本人がやると言ったら私は 反対しし、ね、てこれね結構の大きななニュースになりました今までこのお父さんの小泉純一郎さんというのは50歳になるまでには絶対に、ね、50歳になるまでやるんだと首相選挙には出るんだと使い古されて笑ってしまうすり切れてしまうぞとということを言ってたんですけどもまあまあ本人がやるって言うんだったらええー、ぞということを言ったと言ってたのがこの田原総一郎さんですとが明かしているということなんですよね。まささすがにこれ、ね、田原さんもこれれ田原んもボケてはいないなと思 まのね、えー、本当にこうやっていったんでしょうね。だけどこうなるとハードルがぐんと下がっちゃうわけなんです。で茂木さんは全然人気がありません。1%しかないと。となると土壇場でこのね小泉駿く君がですね出ると言ってしまいますとこれは後発組の手を挙げたあの論理でございますよ。えー、そういういことで 時に世論が傾くという可能性っては僕はねあるとはいこの記事も書いてありますけども流れとしてはねこれ考えられちゃうんですよこれ本当に怖いことだと思いますさあそして最後の記事なんですけども これは有料記事でございますからこのページだけご紹介しますね私ねこれゾッとしたんです実はね今回これが一番恐ろしいと思ったんです毎日新聞なんですが自民ぶっ壊して新次郎氏に期待小泉旋風再来になるかと見てくださいなんかねマスコミがこれ9月に向けてこういう記事を出しそうな予感がしませんどうですかこの記事見ますとこのタイトルを見ると新次郎氏に期待しているような感じでしょ毎日新聞がはいこれその通りなんですよ毎日新聞狙っ やってますよね高市さんなんつのはもちろんこれは論外とそして他のね妙な自民党議員になるよりはこれは新次郎というね軽いみこしを担いだ方が左派としてもやりやすいとしかもエコだとか再エネにつきましてこの小泉進次郎君っつうのは簡単にホイホイと乗ってこれは素晴らしいって言ってるわけでしょとなるとそっちに行く可能性が極めてこれ高いんですよとなるとどうですか毎日新聞にとってはややこしいこと言うんだったらここで小泉進次郎 とといいいいうのを、ね、ヒーローロにこれは祭り立ててですよバッと上げちゃゃった方がいいんじゃないかとだから小泉旋風私ね今から予想しますけどもこの小泉旋風の再来という言葉は今からガンガンマスコミが使ってくるはずです小泉旋風を思い出せということで20年前の小泉首相ですよねあの時の映像を出しますよ言うねいわゆる優政賞ねあれをぶっ壊すと、ね、そして自民党をぶっ壊すこれ言ってたわけでしょその当時その時の盛り上がりというのを今から、ね、記事にしてる 特集しますでもう一度この新次郎君に期待するというそういう声が上がっているみたいな形を言いながらそういう体を取りながら小泉新次郎を担ごうとしますね私今回一番ゾッとしたのは実はねこの記事なんですよ。こんな人物ね持ち上げたら絶対ダメですからね。とは言ってもね悲しいのが消去法でいくとこの人が一番いいじゃないかっていう論調があるのは事実です。だってね河野太郎は論外でしょあんなもんになれましたらもうストレートに中国に行っちゃうわけですから。 ありえないんですよとなるとそういうね妙な人間になられるには僕も正直言ってこの小泉慎二郎のが100倍増したと思ってます本当にねなんとかね高市さん何とかしてくれたあと小林さん若手の小林さんいますけどもただね現実論からしてあの若手の小林さんが次というのはこれは厳しいでしょうねはいこれは実際を考えますとこれは高市さんしかないと思ってます皆さんどうでしょうかねなんとか頑張ってねこういうふざけた選択だけねさせないようにしましょう今日の動画が良かった方はいいねボタンとチャンネル登録そして共有拡 さんもよろしくお願いいたします。またメンバーシップもぜひご参加ください。それでは。